題ってわけじゃなくて、ぜひ今日帰ったらいいからやるといいよっていうとか、皆さんコラージュって知ってますか？いろんな絵とか写真をこう切り貼りして一つの絵にする、あれがね、非常におすすめです、コラージュ。今度受験する人、受験、何のために受験するんですか？なんで受験するの？受かるため。プロになる。プロになる、なんでプロになるの？音大受験するんですよね。音大に行かないとプロにはなれない。じゃあなんでプロになりたくて、プロになるためにどうして音大に行くってことを選んだの？そうですよね、うん、つまり音楽が好きで音楽に真剣だから、いい音楽がたくさん生まれている環境に浸りたいってことですよね。でそれが、プロになる近道でもある。でプロにはなんでなりたいの？モテるためそういう人もいる気がするまでに、それを思い出させるのがコラージュなんですね。何で受験ってあげるの？何で受験するんですか？演奏家になりたい。なので演奏家になるために音大に行くっていうことがもう自分では選んだ。っていうのはどれぐらいはっきり覚えてますか？その感覚ははっきり持ってる？持ってた？他の人はどうでしょう？もしかしたらこうやって問いかけたことで、そういえばって何か思い出したい、はい、さっき何を思い出した？なんで演奏家になりたいのか、なんで演奏家になりたいかって、僕は CD でベルギー系のライブを聴いたときに、音楽ってすごい楽しいなって思って、学校が行くのが本当に嫌いなんですけど、学校に毎日行こうって覚えたんだ。だからちょっと取り方なさい。それでヨーロッパのオーケストラに入って、CD をレコーディングに入れるくらいの実力になって、それで CD を作って、それでそれをみんなが iPod に入れてくれたりとかして、じゃあ今日も学校行こうって言って前に聞いてもらえたらなってことです。すごいですね。つまり自分がしてもらったことを恩返ししたいわけです。そうですね。でこれから受験ですか？一応内定。内定を降りて、じゃあもう安泰なわけですか？もう一個受けたりする？留学なので、留学、あ、一度一応受けるんですけど、留学の試験がこれから、あとどこの基地に行って、明日もらって、そのための受験だっていう感覚はあったかな？あんまりなかったかもしれないですよ。でも自分が受けた恩を返せるようにするための受験なんだって考えたら、なんか受かるってすっごく簡単なことに思ってるから、わかる。もう当たり前でしょ、受かるの、はい、ある意味。つまり競争じゃないんですね。競争じゃない。ただただちょっと狭めの門をただ通るだけなんです。多分受かるべくして受かると思います。きっと。だからその受験をするっていうのはなんかこう、そういう意味で競争じゃないわけです。自分がその環境に行きたい理由があって、
その環境をとりあえず通過したいかっていうのもっと大きなすごく大切な理由があると思うんですよ。でそれを思い出せればもう9割勝ちです。変なこと言うけど、でもしそこに向かっていくっていうことがはっきりしてたら、例えば受験で失敗しても通ろうと思った道が一回通れなかっただけで他の道でどうせ通ります。つまり受験に落ちてる方は失敗とすらカウントされなくなるわけですね。ただたまたまその道は今塞がってたってだけで、でも落ちたその瞬間からなんか違う道を探し出すはずなんです。だからそういう意味で受験をするっていうことが自分の価値だの、うまさだの、将来性だの、その評価をだと自分では思ったらいけないんです。親はそう思ってるかも。こういう、皆さん高校生以上だから、これから先、悪いけど、親はあんまり、親の言うことあんまり聞いちゃいけません。だから皆さんの方が、大人になっていく自己責任で結構今決め出してるんですね。で自分の感覚で決めてるんだけど、両親は愛情が深いですから、子供として学びたいです。子供に世話を焼く感覚で物を言いたくなっちゃうんです。だから自分より親の方が不安だったりパニックになったりする場面が多いでしょうから、そういう時にあんまり言うことを聞かない、言ってもらってありがとうぐらいのつもりで、でもあんまりこうその通りにしない方がおそらく自分の進みたい方向にちゃんと進めると思います。ごめんね、こんなあられもないこと言っちゃって。で、その思い出したかな、なんでプロになりたいか。例えば彼だったらその自分が学校に行く力を与えてくれた音楽をどうしてもしたくなったわけですよ、ね、で人それぞれ、感動するってものすごくフィジカルな体験なんですが、もう言葉で言い表せない、ありありとしてあるわけでしょ。でそれをやりたいっていうのはすごく本能的な欲求でもあると思うし、強いと思うんです。その言葉になりきらないけど、あの感動を自分も起こしたいっていう気持ちのために受験するっていう、そこを結びつけてほしいわけです。オーディションを受けるのも全部一緒です。なのでその思い出したらワクワクしてくるかもしれないです。ひょっとしたら感動してちょっとゾワゾワしてくるかもしれない。その自分は本当にこのために音楽の道に進みたいんだっていうものを象徴する絵を作るのがコラージュですね。なのでブックオフに行ったらいろんな雑誌がたくさん安く買えます。1冊100円とかで、それでできれば1500円使ってください。この講座いくらでしたっけ。1000円、安いですねこれ。そうです。じゃあ1000円使って雑誌をとりあえず、雑誌と、画用紙これぐらいを買います。で失敗した時用に画用紙でちょっと多めに買っといてください。あと糊とハサミですね、用意して、とにかく雑誌をねこう広げます。自分の部屋一面でどんどん見ていって、自分の中では何のために受験をするか、音楽の道に進むのかっていうことを問いかけながら雑誌を見てると、何かうんって引っかかったりピーンと来たりします。これ直感ベースで選んでいます。それを切ります。切り出します。切って50枚ぐらいの写真をこうまず切り出したところですね。でその後この写真をいろんな風にこれも直感に任せて画用紙の上に置いていきます。そしたらこうパズルを作るかのように、あここはもうちょっとこうしたいなって、あんまり考えすぎずにやり直しは1回ぐらいにしといてこう並べていくわけですよ。その写真をね、絵でもいいんですけど、であとは貼ります。きっちり貼ります。でそうやって出来上がった一つの絵はその皆さん の夢は本当に実現する力を象徴しているので、そこに詰まってるわけです。でそれを自分に見せるわけ。それを毎日も必ずやってほしい。それを自分に毎日毎日見せることが
番強くなれるところを思い出させてくれるので、そこがはっきりしてくればしてくるほど、たとえ先生にお前には才能がない諦めろって言われてもっていう日があったとしても、ショックじゃないですか。こんな感じで家帰るけど、部屋に入った時にそのコラージュを見た時に、はぁーかもしれないですね。で、いや、やめてらんねえと思うんです。やってらんねえの反対で、やめてらんないって気持ちになるかもしれない。それ、やめちゃいかんってことを思い出させてくれるわけです。で、そこを忘れてやめちゃうと人生狂います。そういった結構います。本当は音大目指したかったけど、就職がどうだの、なんかこういろいろ余計なことを考えて、一般の大学に行って卒業して会社に入った時に、俺の人生やばいと思うんです。いい会社に入ってやばいと思うんです。で、辞めて音大に入り直すって言った、僕何人も知ってます。まあ、彼らの強さは一回回り道をしたから、それを経て音大に入り直した時に、ちょっとやそっとや動じないわけです。だから回り道は悪くはないんですけれども、そのコラージュをぜひ作ってほしい。で、一番大きいのができて部屋に飾れたら、それを iPhone で撮りましょう。で、入れてください、自分の iPhone で。電車でなんかこうモヤモヤっとした時にそれを眺めてください。そしたらすっきりします。で、受験の曲アンプができちゃってる。で、正直練習しても練習してもこれ以上やったらなんかどんどん下手になる感じがしてる人は、曲の練習をちょっとお休みして、ミニコラージュを作るんです。 A4 ぐらいのノート、もっとちっちゃいのでもいいですから、この大きなので1枚で表現されてますけど、それの断片でもいいから何か部分的にでも思い出させてくれるコラージュをやっぱりそのノートに貼っ付けてもらうんですね。で、受験前は譜面見てもいいけど、譜面見ても頭に入ってこないから、その秘密のノートを自分に見せたんです。さっき200個リストを作れって言ったでしょ。それも同じノートに書いてもいいんだけど、自分が進みたい方向に進むための自分の中の力をこうオンにするノートですね。そういうのを作っていくと楽しい。私は音大を卒業してから2回コンチェルトと演奏する機会があったので、今言っただけでちょっとゾワッとしたんですけど、この辺が首筋が早くなったんですが、引き受けたその日から半年間どっちの機会もずっとね、コンチェルト何月何日やるんだって思うと応援ってしたんですよ。だからプレッシャーは大きかったんですね。でもそれをその半年間を健康にかつ前向きに進める上で、そのコラージュをやったりとかリストを書いたりするっていう、その一見